頭からいる感じでいいんですか。あ。落合陽平の10万ボルト TV。 お疲れ様です。お疲れ様です。こちらはなんと三重県です。三重県発祥のグルメご存知ですか。おー、なんだろうね、赤福とかはね有名ですが、あんまり思いつかないね。味噌カツってご存知ですか。味噌カツ大好きですよ。もしかして三重。そうなんです。あら、こちらカインドコックの店カトレアさんが洋食の味噌カツ発祥の店と言われております。へー、すごい。味噌カツといえばこの人、名護さんです。はいはい、おはようございます。おはようございます。ということで、もう食事終わった後に撮影しております。はい、おいしゅうございました。最初の知らない下りが演技みたいな感じになってるの大丈夫。大丈夫です。ちゃんとできてた。大丈夫です。じゃあ大丈夫です。洋食味噌カツ発祥の店で我々食べてまいりましたんで、皆さんぜひ楽しみに見てください。それでは、いってらっしゃい。どうしようか、どうしようか。僕は、まあ、せっかくなんで味噌カツ食べたら、そうですね、味噌カツスペシャルいいんじゃないかなと思ってますが、チキンケチャップ。あ、パフェ。どうぞ。じゃあ単品で何か行くと思います。ビーフシチューとか。いや、でも何でもいいです。じゃあ、お嬢ちゃんが食べたいのにしよう。ドリンクで気になるのはあるんですけど、キューピーって何知ってますか。キューピーって全く分かんない。あとで行く。初日ってなんか洋食名所みたいな。確かにね。いや、いいでしょ。初日要はデミグラスとか。え、あれチキンケチャップ。チキンケチャップ、チキンケチャップ、ね、じゃあそれにしましょうか。チキンケチャップです。味噌カツスペシャルを一つと、味噌カツ A セットで2つ、あ、はい、3つでいいです。はい、チキンケチャップ単品で1つ、はい、はい、ブルーベリーシェイク1つ。キューピットって何なんですか。コーラとカルピス。あ、じゃあキューピーって一つ。キューピーって一つ。コーヒーフロート、クリームパウダーを以上でお願いいたします。コーラとカルピスってね、確かに合わせたらうまそう。やんのか。やったことない。甘みですね、ドリンク。混ぜる。あー、やばいね。コーヒーとコーラで牧場の味したわ。落合陽平の10万ボルト TV。 今までいろんな喫茶店とか、うん、行きましたね。行ってますもんね。行ってる行ってる。僕は逆にこういうところは来たことない。そっか、翔ちゃんとは来てないけど、こういうとこ、そうだね、来てないですね。そうですね。ああ、そうか。ナポリタンうまそうだなとか、はいはいはい、見てましたよ。いろいろ行ってますから。遠征行ったらそのご当地のもの食べようって落合さんが決めたの。決めたの。このペーパーかわいい。かわいい。気づいたんですけど、このグラスもかわいいんですよ。え、店長がシェフがこのグラス隠してるんですよ。いた。昔名古屋駅で一回食べたことあるんだけど、でもそれぐらいじゃない。こっちの方で食べたんですけど、はい、美味しかったよね。でも違うんでしょ、ちょっと名古屋。違う。オートはね、まあ、すごいサラダが大盛り。素敵ですね。結構量あるし、もしかしてパイナップル入ってるか。パイナップル入ってる。オレンジも入ってる。ほら、オレンジ。可愛く。ありがとうね。モーキーフロートの方。クリームソーダ。ブルーベリーシェイク。ブルーベリー、はい。チーズとの方。トイストロー。あ、いいえと思います。いただきます。うん、うわ、濃厚でうまっ。
トローっとしてる。いいんですけど、すごいむしゃむしゃ食ってる。うまいな。パッと見コーラには思えない。まあ、カルピスとコーラでしたね。これどう、どういうものが正解なんですかね。ま、混ぜるのかな。一回その際のところとか、これ飲んでみますか。おー、めっちゃまろやかなコーラですね。普通にカルピス。まだ白いの色。炭酸はあんの？炭酸ありますよ。炭酸の感じが全然見えない。多分ちょっと混ぜながら飲むのがなんか正解な感じがします。ではコーヒークロート、負けじと横でなんかモシャモシャ食べてます。いや、食べ物を食べ物で食べたい。それもさ、商品名じゃねえか。でもすっごい想像しやすかった。ココナクリームソーダは青なんですね。緑なんかいろいろありますよね。青派とか緑派とか、赤もどっかいる。赤、赤はうちの動画で見たことあるじゃないですか。そうか、藤原さんが出てた一つ。ああ、はいはいはい、そっかそっか。やっぱ青は特別感ありますね。美味しいな。やっぱお店によって味が違うもん。スープ美味しそうだな。これ何なんだろう。コンポタージュみたいな感じ。コンポタージュ。パンプキン。パンプキン好き。わからない。多分こう。濃厚というか、なんかあのブイヨンというのがコンソメというか。ああ、ちょっとコンソメの感じがある。いや、なんかパンプキンの。かぼちゃって言われたら、かぼちゃに感じます。かぼちゃかもしれない。お茶よへの十万ボルト TV。うわ。うわあ、すげえ。めっちゃうまそう。かぼちゃ。めちゃくちゃ美味しかった。うわ、来ましたよ。ありがとうございます。大きい。重い。すごい大きくない？いただきます。チキンチャック。チャックですね。チキンチャック。間違いないでしょ。うまい。そうか。いただきます。ああ。うまい。お肉めちゃくちゃ柔らかいっすよ。ここも柔らかい。ソースがこう乗ってるっていうよりは、ここ漬け込んであるみたいな感じです。だ全体にも味が染み渡ってる。衣に染み渡ってる。うん。めちゃくちゃうまい。くぐらしてるみたいな。うん、そうだね。いただきます。うまいな。人生初の味噌カツ丼で。うまい。甘みがあるというか、タレに。いい。めちゃくちゃご飯進まってる。俺の知ってる味噌カツは酸っぱかったり濃かったり、ブイヨンスープとかそういうだしで丸みを帯びてるのかなっていう。うん、柔らかいね。柔らかいです。うまっ。うまっ。初めて食べました、これ。
場所ないっすね。なんかあんまり洋食屋さんっていうのに行ってないか、わかんないけど、おいしいね。あ、いいね。好きなんですよ。甘いやつ。あ、うまい。うん。うまい。染みてる。染みてるね。これうまいな。いや、もうベロッといっちゃいますよ、ね、美味しすぎる。美味しい。ご飯がなくなっちゃった。あ、もうなくなった。おしゃよへの10万ボルト TV。 すいません、ご飯をお代わりください。同じぐらいの量ですね。はい、サービス大盛りにしてくれるんじゃない。いやいや、嬉しいです。バッチリです。長尾くんとポークチャップってイメージあんだけど、作ってくれたっけ。いや、どっかで食べた。長尾くんにポークチャップの影がちらっと見えた。知り合い？どっかで確かに俺も記憶あるけど。なんかポークチャップの記憶あるよね。なんか長尾くんらしいなっていう感じのイメージなんですよ。プライベートか。プライベートか。なんかの動画で言ってたよっていう方を込めて。本当夢中で食べちゃって、なんか記憶ないです。なんか喋ってたかな。喋ってない。喋ってないですね。喋ってない。喋ってなかった。4回ぐらいうまいって聞いた。おぉ、ミルクティーの方。はい、入ってない。え、ミルクティーの方。はい、失礼します。これもあった。すごい。はい。すごい。これ何ですか。これ何ですか。それはコーヒーなんかの仕立てがフレッシュクリーム。ああ、なるほど。こういうやつ。美味しいです。すごい。ありがとうございます。お花が舞ってる。そう。すごい。これをなんかコーヒーのミルクだと言われると、なんかわかんない。フレッシュミルクっておっしゃってたね。そうですね。すごい。うん。食後にすっきりですよね。最後、あのマスターとも少しお話しさせていただけたんですよ。はいはい。めちゃくちゃ美味しかったです。あ、そう。例えばカツの旨味を引き立たすための味噌のソースですね。すべての料理がそういう感じで作ってるわけです。ドレッシングから。あ、ドレッシングもマヨネーズも添えてて。そうですよ。すごい。いわゆる僕の知ってる味噌カツとちょっとやっぱり違いましたね。はい、味噌カツは、私が発祥した洋食の中の味噌カツ。召し上がっていただいても日本料理っていう雰囲気はないと思うんですよ。そうです。洋食の中の味噌カツとして、考案したり。びっくりしたんですけど、はい、店内に飾ってある絵、全部マスターが描いたそうです。えしかも、はい、店内に飾ってあるお花、はい、あれもマスターが育ててるんですよ。全部一からやってる。全部。あ、すごい素敵。まあ確かにここら辺のね、この緑がねありますよね、うん、緑もあって綺麗だなというふうに思いましたけどね。まだまだ食べ足りない感じですか。いや、もう大満足ですよ、はい、お腹いっぱい。あすごい。あら、あらららららこんにちは。こんにちは。落合陽平の10万ボルト TV。 おいしいデザートのお店に行きたいと思います。おー、いいね、いいね。いろいろありますから、
美味しいもの、赤福とか、あいいですね、赤福とか、はい、赤福、長尾くん待って、もうそろそろあるはずなんですが、あったあった、こちらです、こちらです、名物天むすです。天むす、デザートに天むすいかがですか？好きは好きです。このお店が天むす発祥のお店となっております。へー、発祥、こちらでテイクアウトをして、はい、あのお城があるんで、お城の前の公園で食べたいなと思います。わかりました、はい、天気もいいんで、そうです、お外で、え、何ですか、いやいや、もう気持ち切り替えていこう、はい、いや、天むすはデザートです。5個入り2ついただけますでしょうか？5個入りを2つ。後ろ見えますか？通常席ですね。私買ってまいりました、はい、ありがとうございます。これちょっと触ってください。あ、ちょっと高い、おお、あ、かわいい、小ぶりですね。そうだね、はいはい、いただきます。うんうん、これは美味しいわ。これ全然食べれるね。うまい。天ぷらの塩味が効いてるので非常に美味しいです。最近気づいたんだよね、一番好きなのおにぎりかなって。軽いね。そうですね、デザートに行けたでしょ。確かに、まあそう言われると、うん、そう、うまいな、うまいですね、うん、本当に美味しい。17時半には戻してくれって言われてて、みなぐすさんから帰れないんですよ、おちえさんを17時半には戻してくれ。やっぱありますか。うん、ゾゾゾの方もね、はい、多分2時間後とかじゃないですか、うん、ぐらいに始まると思いますんで。うん、まあこちらを見てゾゾゾを見て、でその後怖くなったらまたこちらを見ていただくと、2回見ていただける番組、それが10万ボルト TV ですから。そうですね、はい、皆さんぜひ楽しんでください。ということでまた見に行きましょう、はい、旅行で。それではまた次回、さよなら。次回の10万ボルト TV 弁当を作ろうです。あ、来ましたか。卵焼きは甘口派栗田です、よろしくお願いします。いくらでした？50円。50円、うわー、いい、これはいい、アジフライ、うま。隊長会長、そんなふりをしていつも酔って配当繰り返